はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。本日はですね、久しぶりにモダンコンバット4の動画を上げていきたいと思います。で、以前の動画で、オンライン対戦をね、皆さんと、この視聴者の皆さんと参加型でやりたいなっていうところで、今回ちょっとそのテストも兼ねて、動画を撮っていきたいと思います。ちょっとね、どういう感じで動画を撮っていけるかっていうところも含めて確認っていうことなので、まあこういうやり方がいいですよとかね、知ってる方が いらしたらぜひ、コメント欄とかで教えていただけると幸いです。ではね、早速いきたいと思います。さあ、どんな試合になるか楽しみです。フラッグ、今ですね、3人対2人ということで、得だけ相手ですね、こっちのチームで言うと。まあ新しくオンラインで誰か来てくれると楽しい回になりそうです。瞬殺されてますね。瞬間にやられた。さすが、もうスナイパーで遠くからガンって狙ってんだろうね。っていうことはあれ、びっくりしたよ。特にお、もう一人入りましたね。入ったね。ってことは、じゃあ俺はそいつを楽しむ。だからやっぱオンラインの敵は皆さんうまいですね。世界中の猛者どもがなあ、とくいるからな。ディモンキーさんに撃たれたからね。さあ、相手がフラッグを取った。取り返せ、取り返せ。相手はもうフラッグ持ってないでしょ、こっちいないでしょ。フラッグ、フラッグ、あぶねー。フラッグ持ち帰れ、フラッグ。リコン使ったぞー。倒せねえのか相手を。今はですね、こっちのチーム3人ですね、3人と4人。うわー、これ俺行かなきゃダメな系じゃない？点取られちゃうよこれ。任して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 って、任せらんないよ死んだでしょ任して。お、いっぱい出てきた。やられた。うわ、任せらんない。俺も行った方がいい？任して。相手来ちゃうよこれ。お、いっぱい来てる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 。来てるよこっち。いっぱい来てる、3匹。くそ、やられた。いやー、くそー。よくやった、しもべども。あれ、まだ点は取ってないのか。よくやったぞ。どうやってんの。くそー。お、また来てる。うちのチーム？いや、どっちかな。よし、4-4、4対4だよ、4対4。こっからだよ、こっから。てかやっぱさ、 iPhone のこの熱の持ち方が半端ねえな。うわー、これは負けちゃいけない。もう、
かやべえやつ入ってきたんじゃねえかこれ。なんだよ今んとこ降りれねえし、恥ずかしいんだし。ママショーという。タレット置かれた？置かれました。置かれたよね。これタレットきついぞ。うわ、こいつ強いな。な、何さんこれ。パンゾウくん。パンゾウくん強いよ、パンゾウくん。おいしいところ持ってかれる。OK、サンキューサンキュー。逃げろ。あー、やられた、パンゾウ君に。パンゾウ君にやられた。いや、非常に。やべ、旗持ってかれてるやないけ。ナイス、彼。近くにいる。うわっ。なんだ、マキショウ、てめえ、この野郎。7章だった。7章いるから。え、ブラックは？やべ、取られてる。お、取り返したよ、取り返したよ、取り返したよ。イエーイ。なんでだよ。おい、チーム解く。おい、いい感じで。なんだよ、そんなとこで。あれ、まだ点取られてないじゃん。すごいね。危ねえ。よっしゃ、同点。誰か強いやつ入ってくれ。やめて。結構頑張ってるよ俺。誰か強いやつ入ってくれ。さあ、残り2分。ここであの武器を使おうかな。いけー、ドーンドーン。はっはっは。おっしゃー、逆転。シュ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 。OK。俺結構キル数いってんじゃねえの。結構やってるよ今。相手いるよね。いるね。相手でも減ったんだ、人が。だから逆転できた。これね、オンラインの時はね、急遽こうやって人が減るとかやっぱあるからね。うん、退出した誰か。相手2人。そっか、やっぱこういう問題があるからね、オンライン対戦って。なんとも言えないよね。おお、いい戦い方してんじゃん。リモンキーさん、旗取らせないで。いい感じ。よし。
はい。敵下にいるね。その武器俺にも使わせてくれ。さあ残り9秒。うえ。よっしゃー。はい、ね、1試合目はカズエンド17キル頑張ったんじゃないのかな。で、相手にいたトクは7キル頑張ってるね。さあ、じゃあもう一戦ぐらいでもこれでいこうかな。さあ、場所をアラートに変えて、今度のルールはチームバトル。よし、さあ行くぞ、チームバトル。これさ、やっぱ視聴者の人たちとさ、どういう感じでやるのがいいかな。 YouTube の、お、なんか消えたぞ、相手。すぐやめて。いや、なんかさっき相手が消えたの、特にやられた。よし。あ、なんだこれ。お、4-0で負けてるよ、こっち。砂みたいなのいっぱいいるよ。いや、YouTube の生放送をね、使いながら、やりたいなとは思ってはいるんですが、どういう感じでね、できるか。うわ、強っ。やっぱオンラインだと多少ラグとかもあるんだろうね。 Wi-Fi の方がしっかりとはしているんだが、うわ、多分こっそり覗いた時にやられたのかな。やばい、まだ俺0キルだ。おお、すごいところが出てきた。お、やべ、狙われてる。あれ、キャブね。向こうすごいところから狙ってるよ、スナイパー。そう、びっくりした。あれ、あいつにやられたんだろうな、きっと。まあ、マジで。これでやられんのか、これでやられんのか。このゲームやってると反射神経とかさ、判断力すごい養われそうだよね。ね、これでやられんだよ、だって。あとやっぱりちょっと、まあ個人的に感じているのは、チームバトルだとちょっときついなって感じがしています。もうちょいなんかゲーム性持たせたいっていうのもあるし、やっぱフラッグかなとは思ってます。あ、強いな、やっぱこいつは。ちょっとアラートは武器変えなきゃダメだね。うわぁ、どっから狙ってんの。すんげえとこから狙ってるな。全然見えないんだけど。スナイパー練習しないと、これアラートで戦えないぞ。スナイパー練習しないと。上手い人はさ、これ絶対スナイパーだよね。俺なんかもうさ、武器ずっと変えないからさ。うわね、ちょっと確認。やばいなこいつ、立つ18キル1ですだよ。やばいな、あいつのところに。うわぁ、ちょっと覗いたら取れ。これじゃ意味ないんだよ。よし、でも立つ。
倒したな。あと6分。ダブルスコアつけられてるよ、ダブルスコア。やられた。うーわー、強いな。相手が強いんだか俺が下手なのかっつったら、多分俺が下手なんだろうな。難しい、非常に難しいぞ。勝ちたいぞ。うわ、なんかすごい飛んできた。もうなんか自分がどうやって殺されてるかわからないっていうねここ踏ん張りとこ、踏ん張りとこ。強い。はあ、でもうまいな、やっぱり。俺みたいなさ、ツッコミタイプはちょっときついな、これ。ちょっとダブルスコアつけられちゃうよ、また。ほぼダブルスコアに近いけども。わあ、負けた。そっか、50キルで終わりだ。いやー、強いね。強いね。打ち切るしかしてない。ディモンキーさん全然ダメじゃないですか俺じゃあ頑張った方10キルしたよはい、こんな感じでちょっと終了したいと思います。僕らのね、不甲斐ない戦いっぷりがね、ちょっとお見せしてしまいましたが、視聴者の皆さんと一緒に遊びたいなと思いますんで、引き続き動画をご覧ください。失礼します。バイバイ。